ぼっちテニス教室の久保田です。今回もですね、2月の1日2日の日に東京からレッスンを受けに来ていただきました H さんの、レッスン内容をお伝えしようと思います。前回の動画で、フォアハンドとバックの、両手打ちとスライスを、お伝えしました。今回はですね、まあボレースライ、フォアのスライス、あとサーブですかねをやったんで、まあ、その辺を、お話ししようと思います。まずまあボレーはですね、フォアバック、同じだったんですよね。やっぱりちょっと手を出すのは早いというか、バックボレーやっぱこういうなんかこういう感じでちょっと体から離れたとこからスタートするっていうのもありましたね。これここでいいですからね。あります、そんな遠くに行かないですからね。これちょっとまた似てるけど間違いみたいなのもこうあったんです。これちょっと肘が折れてて、こう出してた。で、その時に開いて、こう開いてたんですよね。こう。こんな開いたらダメですからね。で、しかもこう横向きになりながらこうやってましたよね。こうではなくて、この状態から、あまり左手とか体のターンとかを混ぜずに、肩の回線で動かすっていうのをやっていただきたいんですよね。ここからこれだけ。開いて、こうありますよね。左手ここ、ここにあるまんま右手がスタート。で、肩が動いたっていうのが分かるように。体の向きが変わってこうじゃなくて。左手もバーンと開く力は使わずにね。この力はいらないですからね。このままでいいです。でこのぐらいの、そっちが正面、まん前だとして、体のターンってこの辺で十分ですからね。つま先の向きは変えないんだよね。この時につま先の向きはそのまま、ネットが向けたままでいいんで、この向きでこれでいいですからね。こう寄ってこっから肩の回線でやっていただきたかったんですけども、すごいこういう打ち方をされてましたね。でこの時に肩の回線は使ってなかったというね。だけどこうやってる構える分はあったんで、なんか回線使うのかなと思いつつ前腕が回ってたんで、肩の回線なしで、ただこれ腕をこのまま出しただけという動きになってました。じゃなくて、こう回線だけやろうと思えばいいんですけどね。これ肩の回線、こう、外巻きで近くに持ってきておいて、内巻きにして離れていく。こういう動きになればよかったですね。外巻きから内巻きにしたいと思ったらちょっと腕が離れると思うんですよね。これがこっちでね、このまま内巻きって苦しいんで肩が上がるんでね、楽にやろうと思ったら腕が離れると思うんですよね。それがメインパワーになればいいんですけど、この回線じゃなくてただ開いただけの感じで打ってましたよね。その時に開いても開いてね、これはいらない。このままでいいです。で、まあ、ちょっとその辺の細かいこといろいろあるんですけども、他にもいっぱい言ったんですけども、私がまずその H さんにやっていただきたいこととしてはですよ、このラケットを体の近くにここで持ってきて、この時に体を倒して持ってきてね。それからその後に手を使うようにっていうふうに、やっていただければいいと思います。これこうじゃなくて、こっちですよ。こうじゃなくて、こっちです。これわかります？ラケットの方に自分が近づくように行って、それが移動にもなって打てればいいと思います。で、H さんですね、まあ、ダブルスでよくアレイの方抜かれたりするとかっていろいろ言ってたんですけども、それまずですね、体を倒して打つっていう、こういう動きを覚えれば、そんなに抜かれないんですよね。届かないっていうのはあんまりないと思うんですよ。手を出しただけでは届かないですけど、体を倒して手を伸ばせば、大体そんな身長がそんなに高くなくても、ターンして一歩で届くはずなんですよね。こっから、ターンして、で、一歩で結構届くはずなんですよね。バックハンドも、ここから、ターンして、一歩行ったら結構遠くに届くはずなんですよね。なんで、まず、
ラケットをパッと遠くにやらずに、自分の体をボール側に向けて倒していくようにというふうに言いました。これがボレーの練習だと思ってもらえればいいですよね。早く倒す。で、その時に、注意していただきたいのは、足をですね、出しちゃダメなんですよね。こう足出そうとしたんだけど、これ倒れないんですよ。足が出ると。倒れるっていうのは、土台がここにないといけないんですよね。ここから自分がはみ出ていくから倒れるんですよね。こう。こう行って、それから行ければいいんですけども、倒れてって言っても、足がこう行ってたんで、これってなかなかできなくて、こっちですからね。これで、股関節ターンして、手を出す。股関節ターンして、で、この左足、バックの場合だと左足から、上体がはみ出るようになって、で、それから足を出す。で、移動の時に、ターンして足踏み替えてこういうのも、以前伝えましたよね。で、それも、この後のこういう感じですか。いきなりこう、上体がここにあって、足がここからはみ出るようにこうはいかないですか。こうやった後踏み替える。これは OK ですよ。でも、ちょっと、こうやろうとしだしたんだね。これは、倒れたくないときはこれをやるんですよ。倒れたいときは残してやるんですよ。H さんに一番やっていただきたいのは、その体の入り具合。ボレーの練習だって言ったら、まず、面のを作ることとかじゃなくて、体をこう、ボール側にこう、向けて、傾けていくのが一番、大事だと思って練習していっていければいいと思います。それ以外はあんまり考えても難しいかな。腕のことを考えるとね、腕が先に出てきそうなんだよね。だったんでね、私が見た限りではね。さあ、ボレーの練習やりますよって言ったら、あ、体傾ける練習かぐらいの感じで、リズムをね、体傾ける1で手を出す2っていうのを1、2、1、2っていう風にちょっと区切ってね、体、手、体、手をリズム的には1、2、1、2っていうリズムですよ。まあ、ちょっとそうは言ってもね、バックの練習こうやってて、フォアにポンと出したら、フォアもう脇締めて面作ってましたからね。あの辺しばらくね、悩むかもしれないですけど、間違えた時に気づけばいいですよね。で、脇締めて、面を用意した時っていうのは必ず体を起こして、で、回転してますからね、体が。こういう感じだね。こうじゃなくて、こう、おっとってなってるんですよね。おっとってなればいいですけどね。その辺がね、できなくてもいいんで、できない時にどういう姿勢で見てたかっていうのはやっぱり大事なんでね。で、それをやることによって、近い球とかも打てるようになるんで、おっとって体が上がってしまって近い球が来ると、おっとってなって、ちょっとこの股関節が、股間を出した状態で、のけぞるように、なって避けた分しかこう動けないんですよね。それ以上近いと思ったら体にぶち当たることになるんで、近い球結構ぶち当たるって言ってましたよね。もうなんか、近いのはなんか当たるのは当たるんでもう諦めてるみたいなこと言われてましたけど。あれ、動き正しくこう体のこう、股関節を使って体を傾ける動きを練習してたら近いのも避けれるようになるんでね。で、まあその練習もしたんですよね。近い球も出して、で正面のやつ出して股関節ターンして動いて打つ、逃げて打つっていうのをフォアもバックもやったんでね。あれはもうあれでできるのが分かったと思うんですよ。で、それがとっさの時にできるかどうかの練習を簡単な球が来た時にずっと体を傾けて打つっていうのをやっていただければね、安定すると思います。で、バックのハイボレーは、パンパン叩けてるんですよ。もう過去の、レッスンで、バックのハイボレーやってて、バックのハイボレーは、うまくなってたんですよね。もう叩けるようになってる。だけど、フォアが全然叩けないということで、サークルの仲間にもそういうことを言われたらしくて、で、フォアのハイボレーを今回やりました。ただ、これも一発で治ったんですよね。簡単な、これは簡単なミスでしたね。わかりやすい。
この、こちらコート後方だとしますね。球が上がると体がターンするんですけど、この時に肘をですね、後ろにやってたんですよ。後ろやって上げて打ってたんですよね。くるってやってね。で、上げて打ってた。これダメなんですよね。肘後ろに持っていっちゃったらダメですからね。こっちですからね。正しくは。正しくはこっち。これが正しいやつですよ。こっから上行って打つ。こうして、こうして、で、前に行こうとしたんですよ。これ、前に行こうとするだけであって、前にあまり行かないんですよね。こっち行って、こっち行って、こう切る。なんか、僕は前だとすると、こう引いて、こう引いて、こう切りたくなるんですよね。ここから前に行かないんですよね。この位置からだったら前に行けるんだけど、こう行って前に行くんだけども、これ、後ろがあるんだよね。から上に行って、ドカンと落とせるんですけども、これって、全然こう、後ろが取れてないんですよね。コートに対してですよ。自分の後ろに行ってるだけで、コートに対して後ろにない。要するに、ボールに対して後ろの部分がないんですよね。これ、後ろがある。そこから入れる。でも、こっち行ってるんで、これから、こう出して、こう行ってる。この部分っていうのは、全然速度が前に対してないんですよね。こっから行くと、後ろ側からどんどん、ほら、これ前に進んでますよね。後ろから進んでいけるんだけど、ここからだと速度が前に対してないんですよね。そっから、で、しかもそれ近づいた状態からスピードアップってできないんですよ。じゃあスピードアップできなかったらどうなるかというと、もう切るのが嫌だったらもう手首で前にグッてやるしかなくなってくるんで、これ怪我しやすいんですよね。なんでそう気をつけて。こう、あんま早く構えるのはいいんだけど、早くグッてやった勢いで、こっちに行ってしまったらダメですからね。で、そこでですよ。そこで、さっき言ってたフォアのミス。フォアの脇を締めて、これ。と、これが繋がるんですよね。これの、大きくやったのはこれなんでね。見ます？これ。ダメですよ。だからまあ、フォアボレーは、ハイボレーだけ直すんじゃなくて、やっぱ、体のターンから練習していって、脇が締まったり、肘が後ろに行ったりするのを、防がないといけないですよね。まあ大体でも、かなり打ちやすくはなってるんでね。今の現時点ではね。ちゃんと肩が使いやすいこの状態になってるんで、で、これで、あちこち狙うこともできるようになってたんでね。で、ある程度球を早く打ってた、ということなんで、そこをちょっと、間違いないように練習していただければいいと思います。で、この手の動きをやって、で、これが分かるようになって、で、スライスもやっていただいたんですよね。ここからこうで、ラケットをこうやって上げて打つんじゃなくて、球はこの辺の場合、ここから、これ分かります？これやって打ってください。こう、上から打つんじゃなくて、腕は上に上げるけど、ラケットはそんな上がってないね、という。で、スライスを打ってください、というふうに言いました。で、肩が大きく動くと、ラケットの場所っていうのはそんなに変わらないんですよ。こうやって打てる。肩の動きが悪くなると、ラケットが上がり出すんですよね。肩が動くとラケットが上がらないんですよ。こういう動きになってて、ここは止まると上行くんですよね。肩が止まると上行く。なので、どんどん肩を使うようにというふうに、まあ、ハイボレー、フォアのスライスを、説明して、で、それと同じようにサーブもやればいいですよということを伝えました。で、サーブですね、エイスターはかなり悩まれてたんですよね。もう最初の、レッスンの時からサーブがうまく打てないということで、本当、コンチネンタルグリップ、前は厚めのグリップでぶったたいてたらしくて、で、それをコンチネンタル、猫パンチが嫌なんでということで、コンチネンタルにして、やっていただいたんですけど、もう最初本当に当たらなかったですね。まともにラケットに当たらなかった。で、それがですね、今回、かなり当たるようになったんですよね。で、スピンサーブとフラットの打ち分けもできるようになってたんで、肩の動きがやっぱ大事ですよね。この、
この動きがね。で、スピンサーブの方は、過去の動画で何度もこの手のことを説明してましたよね。で、これでうまくできるようになってたんですよね。で、フラットサーブってなると違う構えからやってたんで、でそこはもう同じ構えで、もうスピンサーブがこれできるようになったんだったら、もうこの同じ構えで、フラットサーブを打ち分けれるようにしないとダメですよってことを伝えました。ただ、それもまとまりましたね。今回レッスン来た時は全然やっぱりまだラケットは二度引きというか体の後ろ側に行ったりとかしてたんだよね。こういう雰囲気は出したんだけど後ろ行って打ったっていうのがあって、でそれなんで後ろに行くかというと、ここからスタート切るときに肩が動いて肘伸ばしがこう変わるんじゃなくて、この状態から肩が止まったまんま、肘伸ばしがそのここにあるまんまで手をいじってスタート切ってたんですよ。それをもう一発目の動き、最初のここからの動きでいきなり肘を前に持っていくようにっていうふうに言ったら、これできるようになってきましたね。まあ私が後ろからこう手を持って、こうやって動かしてこういう感じで、打つんですよっていうのを肘の動きを伝えて、でやってもらったらちょっと肘が動くようになってきて、でちょっと横向きにもなりすぎてたっていう面もあるので、フラットサーブを打つときにちょっと真横向きすぎてこうやるって苦しそうなのがあったんで、この位置からスタートを切ったときに肘こういきます、でそれにつられて少し体もこう回っていいですよとは言いました。真横向いたままこうやって肩が痛くなるんでね、これで前の方を打ってたんだよね。結構トスがあまりこう右肩寄りじゃなくて左肩よりもちょっと前側を打ってたんで、それだとちょっと危険だなと思って、もうちょっと前を向いていいですよって言って、右斜め45度ぐらいの打球方向に対してですかね、ジュースコートだったらだいたいネットのポールのあたりの方まで、右側のポールの方まで体を回していいですよということを伝えました。ちょっとこれでこっち側でこうやると肩痛くなるんだよね。でだからといって前向いた後打っても肩痛くなりますからね、そこは気をつけてと。打球方向完全に向いてしまった後振り出したらダメですからね。で真横向いたまま左肩よりもネット方向で叩いてもダメですからね。ちょっと体を回しながら、前向けながら、ネットの右側のポールの方に、お腹を向けながら打球していいですよっていうふうに言いました。これジュースサイドの時に、まあアートコートでもまあそのぐらい向いてもそんなに悪くはないんですけどね。ちゃんとこのポジションこう入ればね、これが置いてけぼりにこうなるのがダメですからね。全然こうスタート切ってないのはダメですからね。ここからスタート切りながら少し前向くのは OK ですから、ね、これでかなり当たるようになりましたね。今までで本当一番いい出来でしたよね。まま練習していただければいいんですけども、ちょっと気をつけていただきたいことがあって、スピンサーブとフラットサーブ交互に打ってもらったんですよね。そしたらやっぱりちょっと混ざりだしたんですよ。どういう風に混ざったか、スピンサーブでこうやってちょっとヘッドの落ちが出始めた後にフラットサーブを打ったら、面こう上向きからこう引っ張る動きになったんですよ。あまりスタート切ってない状態で、面が少し上向きの状態で、それでグイッてこう前に押し込んだんですよね。でその時に腕が痛いとかって言ってて、で私もその時に違うって言ってるんだけど、本人も腕が痛いって言ってて、であれまあ一発で分かるには分かるんですけどね、腕の痛みでね、せっかくこういい感じだったんだけども、ファーストサーブとセカンドサーブ、スピンとフラットを混ぜてやると、そういうちょっと、ミスが出たんでね、そこ気をつけて練習しないといけないですね。スピンサーブやった後のフラットサーブはちゃんと手を固めといて、それから肩を動かして肘を、ネット方向に持っていって打球をしないといけない。で、もうかなりやり込んでうまいこと言ってたんで、ここから打球した後は体ある程度この後も前向いて腕こう下ろしてくださいって言います。ずっとここからこういう風に練習してたんですよね。なんですけども、もうこの辺できるようになったんでね。あと左手こうやってたんで、これダメですからね。これこっちの肩が上がるんでね、これもこっちにしてもらいましたね。これを左手をこうやることによって、
右の方が楽に上がるようになって、これ回線しやすくなるんだよね。これダメですからね。こうやって終わったら、これこっちですからね。で、それをやったら、こう下ろしてくださいっていう風に言います。で、これキャッチしても前へ向く。こっから打ったら、こうしてくださいっていう風に言いました。この状態。から、打ったら、こっちです。それを知らない人が見たら、体を回して打ってるっていう風に、思われるようにとかね。あと、知らない人が見たら、腕を振り下ろしてるように打ってるように見せてくださいというふうに言いました。これ、写真で撮ったらこうなんですよね。で、こう行くんですよね。なんだけど、だらーっと繋げるとこう、なんかこう腕を振り下ろして打ってるような感じに見えるんですよね。でも、脇は開いてますからね。打球した時には脇は開いてる。こっち行ってる。っていうふうに言いました。うん、これがですね、なかなか、良かった。このまま怪我なく練習していただければいいですけどね。もうほんとちょっと間違うとね、手首とか肩とか肘とか痛くなるんでね、サーブはね、気をつけてください。で、今回2日間あって、で、時間が8時間あったんで、まあ、いろんなショットをぐるぐる回りながらね、フォアやって、ボレーやって、サーブやって、またフォアやって、ボレーやって、サーブやってとか、なんかそういう風にこう、ぐるぐる回りながら、ずっとやりました。で、そういう風にやった方が、程よく時間内に忘れて、で、また思い出してっていうのが繰り返しできるんでね、いいんですよね。もう8時間あって、最初の4時間フォアだけ、あと4時間フォア全くせずにサーブだけとかって やるよりは、ぐるぐる回りながらね、程よく忘れた時にもう一回同じアドバイスをして見てるとかね。そうすると結構結果違った結果が出てくるんでね、改善することが多いんですよ。悪くなることは多分ないんでね、それ以上にね、そういう風に程よく忘れさせるっていう技術もやっぱりあるんでね。まあそんな感じです。まあ、いっぱい他にもやったんですけども、あんまりこう言いすぎてもね、混乱するというか、もうやることが多すぎても良くないんで、次来られる時までに、まあその辺をちょっと今言ったところをもう一回チェックしながらやっていただければいいと思います。はい。今回は以上です。